あと20年ぐらいすると、自分なのか機械なのかわからないぐらいにはなると思うんですよ。実質永遠に生きられるようなものなんですけど、ルールとアルゴリズムで説明できる行動を人はしちゃってるんですよ。寿命125歳になる。寿命ってね、ずっと伸びてないんだよね。結構その、医療とかが発達して、寿命は伸び続けるみたいなことを言ってる人って世の中に多いんだけど、ギネスでいう最高齢の人の年齢って全然増えてないんですよ。122歳かな？なので、平均は増えるんですよ。今、日本が、女性が90歳ぐらいになってると思うんですけど、平均は増えてるんですけど、最高齢って全然増えてないんですよ。なので、多分、人類の DNA 的なところのマックス値っていうのがあって、そこは超えられないんじゃないかな。だから100歳ぐらいまでだったら多分ギリギリなんとかなると思うんだけど、マックスの125は多分超えられないんじゃないかな。たまたま130まで行きましたみたいな人が、1000年に1人ぐらい出るかもしれないけど、人は長く生きても幸せなのかなって思うんですよ。長く生きると、まあ、持病だったり、アレルギーだったりとかで、いろいろ困るわけじゃないですか。だから、なんか死にたくはないというのはあると思うんだけど、実際問題、長く生きて、なんか病気だったり、アレルギーだったり、いろんな苦労を抱えるだけで本当に幸せなのかって言われると、結構難しいところなんじゃないかなって気がするんですけどね。どうなんだろうね。多分、あと20年ぐらいすると、自分なのか機械なのかわからないぐらいにはなると思うんですよ。僕が考えてることって、今僕自身が考え、この中に脳が入っていて、僕自身が考えて言ってると僕は思ってるんですけど、多分、これを、じゃあ手術をして脳の部分を機械に置き換えましたって言っても、多分僕自身が気づかないっていう状態って20年後ぐらいになる気がするんですよ。要はだから人間って、まあ僕も本当に僕自身が思ってこれを喋ってるというふうに今僕は思い込んでるんですけど、実際思い込んでそう喋るようにプログラムされてるだけで、実際そこまで考えてない可能性が高いんですよ。要は手を動かそうと思った時に、手を動かせっていう命令より先に手が動いてるって話があったりするんですけど、っていう感じで自分の脳で自分が考えてると思い込むようなプログラムがちゃんと入ってる機械に、多分頭の中を入れ替えられたとしても気づかない気がするんだよね。だからそうなると別にもう人間の器官って、その内臓っていう意味の器官ね、どれでも付け替え可能になっちゃうので、そうすると、実質永遠に生きられるようなものなんですけど、で、自由意志はあるかっていうんだけど、自由意志があると人は思い込んでいるだけで、自由意志なんて大してないっていう可能性が結構あるんですよ。だから例えば会社員の人で、この時間まで起きなければいけません。で、この時間までに電車に乗らなければいけません。で、じゃあ、朝ごはん何食べるか冷蔵庫の中にあるものを買いました。食べました。で、冷蔵庫の中に入ってるものはどうやってそこに入ったんですか？閉店前のスーパーに行って割引のシールがあるものを買いました。これ全部アルゴリズムで説明できちゃうんですよ。要は、こういうルールのもとに動いていますっていう人の生活っていうのが。で、会社に行きました。命令を受けました。命令の通り作業しました。で、怒られました。じゃあ、同じ間違いはしないようにしました。で、違う命令を受けました。同じ間違いをしないようにクリアしました。全部ルールとアルゴリズムで説明できる行動を人はしちゃってるんですよ。で、その中に自由意志があるのかって言われると、自由意志をほとんどないまま人は生活をしてしまってたりするんですよ。だからそうすると、じゃあ、でもさ、会社員で働いてる人って自分ロボットだと思ってないし、自由意志あると思ってるわけじゃん。だから、自由意志があると思い込めれば人は OK なんだと思うのよ。本当に自由意志で動いてる人って基本的にもう頭のおかしな人だと思うんだよね。これやっちゃいけませんとかルールですって言われてもとりあえず破るみたいな。なんか八百屋のリンゴでお腹が空いたらとりあえず食べちゃうとかさ。そうなると自由意志って難しいよね。だ動物的な本能に従ってるものが自由意志なのか、それともルールに従うっていうロボット的なものが自由意志なのかっていうので、
自由意志とは何ぞやっていうので、多分答えないな、これな。っていうふうに考えると、多分人間が人間だと思うものが何なのかっていうのが実は多分そんなになくて、だから脳が機械に勝手に置き換えられても多分人は気づかないままなんじゃないかな。本能に逆らうのが自由意志。本能に逆らうのが自由意志だと、性欲と戦える人の方が自由意志になるんだけど、でも、性欲にルールがこれです。だから性欲を抑制しなければいけませんっていう、アルゴリズムでコントロールされるのはコンピューターなわけじゃん。難しいね。多分これ答えないわ。最近ね、ちょっと話変わるんだけど、優秀な政治家ほど性欲強いし、ルール守らないじゃないですか。これやっちゃいけないよねっていうような、これ言っちゃいけないよねみたいな発言をするし、これやっちゃいけないよねみたいな性的なことをしちゃったりとかさ、セクハラしちゃったりとか、っていうさ、本来ルールがちゃんと決まってたら、そのルールを守るっていうのが普通なんだけど、ルールを守らない人の方が出世するんだよね。いや、だからね、そういう意味でいくとね、人間ってそういう人を政治家に選ぶわけじゃん。自分たちの代表に。だからね、ルールを守らないような人の方が多分自由意志が強くて、そういう人の方が人間の代表に適してるっていうのを、多分人間はどこかで思ってるんじゃないかな。だから僕ってすごいほら、真面目な性格で言っちゃいけない発言もしないし、ルールが決められたルールを守るタイプなわけじゃないですか。だからそうすると多分人間の代表としては適してなくて、自由意志の少ないロボット側な方だと思うんですよ、僕。なので、そういう意味で言うと、やっぱりルールがあったら守らないし、なんか、女の人だったら手出しちゃうみたいな、多分そういうタイプの人の方が人間の代表には、人は選びがちなんじゃないでしょうか。ルールを作る人がルールを守らん。多分ね、ルールを守らない人の方が、人間らしいっていうところで、人は、その人に、その人を信じたくなるみたいなのがあるんじゃないかな。手を出して結婚したの知らんがな。だからほら、女子大生に手を出した新潟県の人とかもさ、明らかにルールよりも性欲を取ったわけじゃん。だからこれ自由意志だと思うんだよね。いや、ルールで、女子大生に手を出したらいけません。女子大生にエッチなことをするのにお金を払ったらいけませんみたいなルールがあるわけじゃん。まあ、山口メンバーでもいいんだけど、その女子高生に手を出したらいけませんみたいなさ。でも、それよりも性欲を取ったっていうのは、やっぱ自由意志が強いってことなんだよ。だから僕は、ルールがあると、ルールに従っちゃうのよ。だから自由意志で性欲を取れないのよ。だからそれでいくと、僕は全然人間としてはダメで、ロボット側で、自由意志である人間らしさっていうのは、ルールよりも性欲っていう方だと思うのね。なので、人間の自由意志があるのか、人間らしさは何かっていうと、ルールを破る性欲っていうのが多分人間らしさなんじゃないの？